首位広島との勝ち点差は3。セカンドステージ逆転優勝を狙う2位鹿島アントラーズ、迎えるのは年間順位で3位と勝ち点6差の5位、チャンピオンシップ出場へわずかに可能性を残す横浜 F マリノス。立ち上がりからボールを支配したのは6度目のナビスコカップ制覇を成し遂げた鹿島。 F マリノスに圧力をかけると10分、ドリブルで中盤を突破した遠藤康史から左サイドの海王へ、先制したのはこの対戦4連勝中の鹿島。リーグ最少失点の F マリノスから海王がシーズン9ゴール目を奪います。早々とリードを奪った鹿島、19分にはナビスコカップでニューヒーロー賞を受賞した赤崎が狙いますが、シュートは枠を捉えず。一方反撃に出たい F マリノスですが、鹿島のプレッシャーを前にボールを前に運べません。パスがつなげない F マリノス、ならばと24分には斉藤学がドリブル突破、ペナルティエリア手前でファウルをもらうとフリーキックを中村俊輔が狙いますが、頼みの綱も不発。 F マリノスの反撃を封じた鹿島は41分、日本代表に選ばれた金崎、追加点とはなりませんが主導権を握り続けます。思うような形を作れない F マリノスはエンド変わって57分、熊谷アンドリューに変えて兵頭を投入。しかしこの交代も功を奏さず、後半も鹿島の守りを崩せない F マリノス。そんな中、前半と同じく斉藤学が孤軍奮闘、チャンスを作りますがゴールにはつながらず。すると64分には鹿島、味方をかわした海王がドリブルで持ち込みゴール右隅へ。この試合2ゴール目を決め、自身初の2桁得点となるシーズン10ゴール目、 F マリノスを突き放します。追加点を奪った鹿島は69分、金崎のクロスに赤崎、さらに86分途中出場豊川のフリーキックに甲斐をかかとで合わせますが、3点目とはならず。 F マリノスも90分、アデミウソンから途中出場天野純、さらにこぼれ球を拾った中村俊輔、ようやく決定機を作りますが決められません。すると終了間際には再び鹿島、途中出場鈴木優真から甲斐を、ハットトリックとはなりませんでしたが終始ゲームを支配した鹿島が勝利。11試合ぶりの敗戦となった F マリノスはチャンピオンシップ出場が消滅、得失点差で厳しい状況ですが、鹿島が最終節に望みをつなげました。